リは皮を剥かかれれるのと剥かれないのはどっちがいいいですか、えー、いきなりムンズってむかれるといや、ね、い痛いですよーってなりますので基本的にわっちはもうおパンツの上とかもうなんならパジャマの上とかからちょっと圧迫圧迫されてるなーみたいなのをしばらくポン,ポン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 って圧迫してもろって。 で、なんか自分のジル、ジルがちょっと強くなってきましたよってなった時に、いざ、突入、パンツの中に突入していただいて、あのー、それで、その潤いをたっぷり手についた状態で、なんかまあ、向かずに、そのままこう、ぬちゃ、ぬちゃぬ、ぬちゃぬめを、あの、こすると。で、するっていうと、 あの、クリの鳥の巣が、ワッチの場合はだんだん、あの、大きくなってきますから、あの、勝手にそうするとよいしょってね、こう、剥き出しのやつになってくるんで、まあ、それで自動的に、あの、直接、なんかぬる、ぬるぬめで触られてるな、みたいなのが好きですね。あ、そう。最近ね、気づいたんですけどね、 なんかそのわっちは割とご自愛あ自分で自分を気持ちよくすることご自愛って呼んでるんですけどご自愛する時にその指先を使っていたしてたんですね今まではなんだけど最近気づいたのがあ、手全部を使ってその単純にあのお股をこうペッてあの拭く時みたいなトイレでケツ拭く時みたいな感じで普通にペッてあのペルンってあのうんペタッてこう。 手をくっっつけちゃってめっちゃほっかほかにした状態でその手を全体的に前後にするとあのあったかくていいっていうことに気づいて最近は割と点点じゃなくて面で攻めるっていうのにはまってますね。